慢性リンパ性白血病細胞。赤血球の大きさと比較すると、慢性リンパ性白血病細胞は白血球としてはあまり大きくないことがわかる。慢性リンパ性白血病とは、小型で細胞質が乏しい成熟美リンパ球性の慢性白血病である。白血球細胞は骨髄、リンパ節、末昇血で増加する。欧米では、 白血病の中でも多い病形であるが、アジア人には少ない疾患である。白血病細胞が主にリンパ節で増殖する場合には小リンパ急性リンパ腫と呼ばれるが、CLL と SLL は本質的には同一の疾患であり、同一の疾患の異なる側面を見ているに過ぎないとされている。そのため現在、CLL と SLL はあえて分けず慢性リンパ性、白血病、 小リンパ急性リンパ腫が多く、他には、リンパ節腫張発熱、肝皮腫、皮疹、液感染症などがあり得る。病気が進行してくると、リンパ節腫張や皮腫が拡大し、貧血や血小板減少が現れ、自己免疫性疾患や日より未感染も併発しやすくなる。欧米では、全白血病の中で20から30%を、 死め白血病の中でも最も多い方の一つだが、アジアでは少なく、日本では全白血病の2%以下、または2.5%程度である。アメリカに移住した日系人にもやはり少なく、環境や食事よりも人種による差が大きい疾患であると考えられる。高齢者に多く、診断時の平均年齢はおよそ70歳である。また男性に多く、 男女比は2から2.5、1程度である。基本は血液検査である。ナショナルキャンサーインシステ、スパンサードワーキンググループの1996年の診断基準では、末小血のリンパ玉数が5000個、ミューエル以上増加している細胞が B 細胞性で、CD5 かつ骨髄でリンパ球が30%以上とされるが、骨髄検査は診断には必須ではないとされる。 インターナショナルワークショップオンクロニックリンファシティック、ルキミアでは、CLL の細胞学的特徴を持つ、リンパ球が末消血で慢性に増加していれば、CLL と診断する。主な間物の対象はマイリンパ球性白血病や、TCLL、成人 T 細胞白血病、ヘアリーセル白血病、リンパ種の白血病化などとされる。原因は不明である。日本人に少なく、 欧米で多いがアメリカで暮らす日系人では少ないことから遺伝的要因が考えられているが、その原因となる遺伝子は判明していない。染色体変異は様々見つかっており 13Q、119、17P、6Q、12トリソミーなどが多い。放射線や化学物質、ウイルスなどとの因果関係は認められない。慢性リンパ性白血病は進行が緩慢で、 無治療でも長期生存が可能な患者も少なくない。病気分類によって治療手段が違い、リンパ球の増加のみで症状がなく安定している場合は治療によって生命予防が改善されるとは限らない。病気分類でリンパ球の増加のみである低リスクや病気 A では投薬は行わず経過観察を行い、病気が進み、リンパ節主体や非肝腫、貧血、 結晶板減少などが現れてくる中間リスクや病気 B 以上の病気になった時に投薬治療が始められることが多い。しかし同じ病気でも進行がゆっくりで無治療で良い。群と進行が早く治療が必要な群の二群があることが判明しつつあり、染色体変異、遺伝子異常を研究が進んでいる。進行がゆっくりの群では長い生存期間が見込まれ、病気分類で 中間リスクや病気 B 以上の病気でも症状がない時やリンパ玉数や赤血球、血小板などの数字が安定している時に治療を開始しても期待できる生存期間が伸びるとは限らない。そのためにナショナルキャンサー飲ンシチスチスパンサードワーキンググループのガイドラインによれば6ヶ月以内に10%以上の体重減少、強い倦怠感、等感、 発熱などの症状貧血や血小板減少、著しい皮腫、リンパ節主大リンパ玉数が2ヶ月の間に50%、あるいは6ヶ月で2倍の増加、以上のマイナスのどれかが認められた場合に治療を開始するとされている。治療は、以前にはシクルフォースファミドが使われていたが、現在では、フルダラビン炭剤、もしくは、 フルダラビンとシクルフォースファミドの併用が標準であり、リツキシュマブの併用も有効性が認められている。ただし、治癒は望めず治療の目的は、病性のコントロールと生存期間の延長を図る、ことである。2013年3月25日、高 CD20 抗体、オファツムマブが、再発または、難治性の CD20 陽性の慢性リンパ性、白血病に対して、 日本での製造承認を取得した。アメリカでは、ライ分類、ヨーロッパでは、ビネ分類がよく用いられ、日本ではどちらでも良いとされる。CLL では進行の早い軍と進行がゆっくりで、治療しなくとも長い生存期間が期待できる二軍に分けられるが、免疫グロブリン H 細電子の突然変異の有無で、予後の良し悪しが異なる。イグ部の突然変異のないものは男性に多く、 進行が早く予後が悪いことが判明している。実際に患者のイグブの突然変異の有無を調べるのは容易ではないので、イグブの突然変異の有無と相関のある細胞表面抗原の CD38 や細胞内の ZAP-70 蛋白で押し量ることができる。細胞表面抗原の CD38 や細胞内の ZAP-70 が陽性のものは予後が良くはない。 本校で取り上げる成熟 B リンパ球性の慢性白血病以外のリンパ系の白血病で細胞の成熟傾向が失われていないものは広い意味では慢性リンパ性白血病あるいは CLL 類炎疾患であり B 細胞性と T 細胞性などを含むことがあるが現在では競技の慢性リンパ性白血病は小型の c d 5の表面抗原を持つ成熟 B リンパ球が末消血と骨髄で自律的に増殖するリンパ性腫瘍とされている。全リンパ球が多い CLL は B 細胞性の前リンパ性白血病との境界例であり CLL、PL と呼ばれることもある。書籍この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。小リンパ球性リンパ種に関するカテゴリー。ありがとうございます。